こんにちは、奥園敏子です。今回は豆腐の照り焼きを紹介したいと思います。今日はもうあさりこかなっていうような時にお豆腐はいいですよね。で、まあ湯豆腐っていう手もありますけれども、湯豆腐に飽きた時なんかはこういう照り焼きなんかもいいんじゃないかなと思います。ちょっと味がねしっかり絡んでいるのでね、ご飯のおかずにもなるし、酒の魚にもいいかと思います。簡単にできてしっかり味が絡む方法を紹介したいと思います。では作っていきましょう。材料です。まず豆腐、今回は木綿豆腐です。片栗粉、味付けとしてみりん、醤油、生姜、鰹節、彩りとして青ネギ、焼くのにごま油を使います。では豆腐を切っていきたいと思います。今回の豆腐ね、 350g ぐらいのものを使っています。でね、切り方なんですけれども、まずこれぐらいに切って、でね、これをね、大体これぐらいの大きさですね。これぐらいにちょっと薄めに切るっていうのが今回ポイントです。っていうのもね、今回照り焼きなのでね、最後に味をバーッと絡めるんですけれども、割と小さめに切ることによって表面積が増えるので、少ない調味料でも効率よく全体に絡まって食べた時に美味しいと感じることができます。で、しかもこの厚さがあまり厚くない方が焼くのも簡単に焼けます。切れたらこれをこういう風にキッチンペーパーを引いたトレーの上に並べてほしいんです。で、これはですね、水切りをするっていうよりも軽く自然に滴り落ちる水を切るという感じです。豆腐に含まれている水分って決して邪魔なものではなくってね、豆腐そのものの美味しさを含んでいる水ですのでね、あんまり取りすぎない方がいいと思います。ただポタポタしてるとね、どうしても焼きにくいので表面の水をさっと取っているという感じです。で、これを一番最初にしてもらって、今合わせ調味料合わせるんですけど、その間ぐらいの時間で大丈夫です。では合わせ調味料を合わせます。もう醤油とみりんと合わせておくだけですので簡単です。あらかじめ合わせておく方があと慌てなくていいと思います。でね、もし甘いのが好きな人はここにちょっとお砂糖とか入れてもらうのもいいかと思います。早速焼いていきたいと思います。いつもの通り水滴技、フライパンに水を入れておいて火にかけ、この水がなくなったらフライパンが熱くなったというサインです。ではフライパンが熱くなりましたので、今回はごま油で焼いていきます。で、このお豆腐を入れていくんですが、このまま焼くとね、味が絡まらないので、片栗粉をまぶしながら入れていきます。でね、一個ずつここでまぶしながら焼いていった方が焼きやすいんですね。でもそれだと焦るので、一旦ここで火を止めてください。火を止めました。そうすると落ち着いて入れられると思います。こういう風に一個ずつね、こういう風にねまぶしてね、そして入れていきます。これあらかじめね、まぶしておくとね、片栗粉がね水吸ってベタベタになるんですね。だからここでまぶす方がいいと思います。さあ、全部入ったらここで火をつけます。さあ、香ばしい焼き色がついたらひっくり返します。あ、こんな感じ、美味しそう。あ、美味しそう。ここがちょっとカリカリしてるんですよ。美味しそうです。で、ひっくり返したらちょっと油が足らなかったら、ここでちょっと油を入れてもらって、鍋肌からちょっと入れてもらって、反対側も同じように香ばしく焼いていきます。で、反対の面もほら、こんな風に香ばしく焼けたらもうこれでいいんです。で、このサイドはね、あんまり分厚く
切っていないと、この両面焼いてる間にサイドにも火が通ってると思いますが、もしこの横が気になる人はちょっとチャッチャッチャッと焼いてもらってもいいです。こういうふうに吉永さんさっと焼いてもらうのもいいかと思います。まあまあ、あの横もねこれで火通ってますので、そう焼かなくても大丈夫と思いますが、軽くこういうふうに焼いてもらってもいいと思います。全体に焼けました。全体に美味しそうな焼き色がついたら、ここで生姜をすりおろします。でたっぷり入れた方が美味しいので、たっぷり入れて、今ここで調味料入れるんですけど、調味料を入れるときは火を止めてください。その方がね焦げつかなくていいと思います。余熱だけで十分いきます。では調味料を回し入れます。いい香りで、ちょっとここ余熱だけでほらいい感じで絡むでしょ。ほらいい感じで絡みました。ほら、そして最後に鰹節。この鰹節もねちょっと一箇所にやると固まるんで、全体にこうパラパラっとして、ここでね全体に絡めとく方がね上手に絡むんですよ。火は止まってます。火は止まっている状態でここで絡めます。こうすることでこれで旨味が入ってきますね。旨味が入るのと、この甘辛いタレを鰹節が吸うので豆腐に絡んでいくので、これで豆腐自体にいい旨味が入ります。あとはこれでお皿に盛り付けたら出来上がりです。できました。仕上げに青ネギの小口切りをかけました。香ばしい甘辛い香りが食欲をそそります。おいしそう。では早速食べたいと思います。いただきます。あ、もうね香りが美味しい。もう香りでもうすでに美味しい。ではいただきます。豆腐に味が絡んでる。あのね調味料ね、醤油とみりん大さじ1ずつしか入ってないんですよ。でもね、あの豆腐に片栗粉をまぶして焼いたことでね、もうねしっかり味が絡んでるからね、物足りなさはありません。最後に鰹節にまぶしたでしょ。あの鰹節がねまた調味料をね吸ってね豆腐に絡んでいるのでね、旨味も十分で、醤油、鰹節、生姜、ネギ言うたら、まあ、冷ややっこと同じ味やんって思わはると思いますけれどもね、豆腐をね焼いていることで豆腐の香ばしさもありますしね、ちょっとあの焼くことで水分抜けてますからね、豆腐の旨味がねぐっと濃縮してるんですよ。ですからね、冷ややっことかね湯豆腐とは違うね豆腐の濃い旨味がね口の中いっぱいに広がります。豆腐ですけれどもね旨味たっぷりですのでね、食べ応えも十分。あのねもう今日お肉いらんなっていう日はね、もうこれだけ、これメインのおかずでも十分満足できるような味になっています。このままでも美味しいんですけれども、何かちょっとプラスするとしたら、あの私はねおろし生姜、おろし生姜なんかちょっとここに添えて食べるのもいいし、あとまあピリ辛が好きな人は七味唐辛子とか粉山椒をかけてもらっても、これまたすごく合うと思います。あの今日はちょっとお腹休めようかなっていう時にこういうお料理とってもいいかと思います。とっても美味しくできました。ぜひお試しください。この動画を見て作りたくなったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。